この動画はライトワーカーのためのオンライン塾ベストライトワーク塾のビデオ講義10回全119項目の中から1項目を抜粋してご紹介したものです。私はここまでお伝えしてきた神の創造活動その中で物質次元に表現されたこの地球というものはトレーニングジムに例えると非常に しっくりとくる感覚があるんですね。地球は魂の最適なトレーニングジムであるということです。トレーニングジムというのは通常そこに置いてある機材に自ら向き合って非常に負荷のかかるようなトレーニングをして、しかしその結果として目的を果たす。それは健康であったりとか何かのスポーツの競技でより良い成績を収めるためだったりとか。 その目的のためにより効果的な筋力を鍛えることができるということを自らが知って自らが能動的にお金を払って契約をしてくるわけですよね。実は地球もこのトレーニングジムと同じように私たちが肉体に宿る前に魂の段階で自らの魂の目的を果たすために役割を果たすために使命を果たすために私のこの課題をクリアするために最も効果的な その次元として、私の魂を成長させるために、私の冷静を向上させるために、最も有益なトレーニングジムとして、自らが納得をして、そして生まれてくる。契約をしてくるわけです。その目的というものを見失ってしまうと、何が起きるかというと、トレーニングジムに入って、何のためにトレーニングジムに入ったのかを忘れてしまって、そこに置いてある ものすごく自分に負担をかける負荷をかけるトレーニング機材に向き合うのではなくてそれを避けようとする片付けようとすることに努力をするひいてはそのトレーニングジムに設置してある例えばサウナであるとかリラックスできるような休憩スペースでいかに過ごすかということに知恵を使う努力をしてしまうという本末転倒な努力のためにそのトレーニングジムにいる時間を使ってしまうそんな状態になってしまうわけです。 この地球というトレーニングジグジも全く同じで、自分が魂の段階で何のためにこの地上に生まれてきたのかという霊的な視点魂の目的というものを前提にしないとせっかくの霊性を向上させる魂を成長させる自らの課題をより効果的にクリアしそして人様のお役に立つ全体にお役に立つことを通して霊性を格段に向上させて そして神の創造活動により寄与していくための必要な力を身につけるという、この宇宙の中でも最も価値のあるあり方を忘れてしまって、そしてその機材をどかす。その機材にいかに向き合わないか。その機材とはまさにこの地球上で起こる、人生で起こる困難な出来事です。困難と思われること、嫌な出来事、そういったものをいかになかったことにするか避けるか、 見見て見ぬふりをすするかというための努力ですねもしくはそのようなサービスサポートというものがたくさんあるわけです。これはまさに霊的な視点を見失いこの地球上の物質次元だけが全てであるという前提で生まれてしまうような発想なんですね。こんな困難に向き合いたくありませんよねこのような嫌な思いをしたくありませんよねひいてはこういうふうにしておきましょうということに誰もが価値を持ちます。それは 当然のことですね。霊的な視点がなければそうなってしまうわけです。そこに確かにきついけれども、もちろん向き合い方というものはいろいろと学ぶ必要はあるかもしれないけれども、向き合わない、片付ける、それがなかったことにするという選択ではなく努力ではなく、そこにいかに向き合うかということが大事なわけです。それは目的を知っている人ならば、魂が何のために今回この物質次元の地上に転生したのかということを分かっていれば向き合い方が変わるんだということです。 地球という次元が私たちの霊性を高める、魂を向上させる、神の創造活動の全体の仕組みの中でいかに貴重な恵まれた次元であるかということは、これからお伝えする様々な講義の中で、要所要所深く触れていきたいと思いますが、まず今ここで理解していただきたいのは、 肉体が終わったらそこで終わりじゃなくてむしろそこからの創造活動のためにいかにこの貴重な人生に向き合っていくかということが大事なんだということです。そして今このタイミングで地球の物質次元に魂を表現できるということは通常の状態ではありえないぐらい格段なる冷静の向上魂の成長ができるんだという事実があるわけです。それは何か普通の状態と何が違うかというとこれは。 先ほどからお話している地球の変容、まさにこのトレーニングジムを建て替えるタイミングでありこの地球が次なる表現領域に移行する地球のアセンンンショととといいいううタイミングにいるんだということです。そのタイミングでこの地球のアセンションのために必要な役割を果たすというこの功績は宇宙の中でもより価値のあるまさに宇宙のボーナスとして無限大のボーナスを手に入れる最大のチャンスなわけです。 著書黎明の中ではこのような表現されています。この宇宙の存在の中でも今このタイミングで地上で肉体を表現できるこの魂に対して戦望の眼差しで見てるんだということですね。もしくは潜在一遇という言葉がありますがそんなものじゃない。56億在一遇のチャンスなんだというそのような表現もあります。まさにそのタイミングでこの地球上に来ているわけです。ただでさえこの地球という物質次元は魂が成長できる素晴らしいトレーニングジムなんですが アセンションのタイミングで仕事ができるという最大のチャンスを逃さないためにもしっかりベスト塾の学びに向き合っていただきたい。そのように心から思っております。私たちライトワーカーは、まず自分の人生に巻き起こってくる困難と思われるような出来事を避けるのではなくて、正しい理解のもと正しい向き合い方をしていきましょう。そのことによって、冷静が高まる。その冷静が高まったその力で、 地上における人、こと、ものに対してお役に立っていくということがまず一つの仕事です。そのことによって、冷静が高まると、肉体を去った後の次元で、大いなる創造活動にまた、大いなる重要な役割を担って活動していくことができるんだということが一つ。そして同時に、地球のアセンションをよりスムーズに進めていくという一端を担っていることによる、さらなるボーナスも用意されているわけですね。